はじめまして、井上と申します。私は教育現場とともにプロダクトデザイナーとして産業機器、電化製品、自転車、工業製品にも多く関わってまいりました。コロナ禍はこうしたことをことごとく砕き、世界中に死者の多くの災いや利己、エゴというふうな差別までも生んでまいりました。幸せにはいろいろございますが、私は日常の些細な人々の気持ち、心の交流、ゆとり、優しさが大切だと思っております。我が家の猫たちにそれをたくさん教わります。幸せとは何かというふうなことを求めたときに、安らぎというふうなことを私はありがたいと思っております。